さあ始まりました。どうも、なにわ昇龍会の毎日ドラドラ話、今日はスペシャルバージョンでございます。よいしょ。と言いますのも、火曜日はね、はい、ほんま俺の担当なんですけども、はい、タツさん担当ですけども、今日ちょっと別のお仕事が、はい、試合を見れなかったんですよ。もう全くですか？全く。もうどのレベルに、そう、今スタメンを知らないであるとか、結果を知らないであるとか、試合1ミリも見てないというか、チャヤが、はい、あの、なにわ昇龍会の LINE で送った、はい、石川俊さん、うま、おもろ、これだけ知ってます。なんかおそらく石川俊さんはスタメンで出てたんだろうと、はい、時間的にも。石川俊選手はスタメンで出ておりました。出たんですね。はい、だからそれが、はい、セカンドなのか、サードなのかとかも俺は今知らない。なるほど。全く知らない状態で、はい、ほんまは誰かに代わってもらおうかなとも思ってんけど、はい、まあ、せっかく何も見てない、こんな真っさらな状態なんやったら、はい、ちょっとだけ企画めいたことしようかなと思って、今日はケバン丸くんに来ていただきました。はい、どうも。と言いますのも、ね、はい、何をするかと言いますと、今からケバブくんに、はい、3つ、はい、クイズを考えてきてもらいます。はい、考えてきました。今日の 試合内容に関係するクイズを、はい、3つ、それを僕が答えて、まあ、正解不正解はこれはどうでもいいんですよ。はい、でその3つのクイズを踏まえて、果たして今日中日ドラゴンズが勝ったのか負けたのかを僕が当てるというこういう企画でございます。だから映画のスラムドッグミリオネアみたいな、あ、そう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 、そのニュアンスで見ていただければ。クイズの答えを見つけてって。そうです、そうです。あ、なるほどなるほど、はい、そういった具合でございます。わかりました。じゃあ早速、はい、よろしいでしょうか、準備は。はい、それではですね、まずは打撃部門からクイズを出させていただきます。あ、いろいろ分けてくれてるね、はい、これはありがたい。はい、本日ですね、はい、名古屋ドームで試合を行われましたけども、はい、ホームランが飛び出しました。もちろんドラゴンズの選手でございます。おお、はい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 。果たしてホームランを打ったのは誰でしょうか。うわー、そう、はい、いろいろありますよね。不調の平田選手がかましたのかとか、はいはいはい、それこそ福田選手まだ一歩も出てませんとか、はいはい、まあ、はたまたビシエド選手なのか。でももちろん、代打構成もございましたので。あった、はい、そういうのを加味していただければ。でも、はい、これはもう俺の理想というか、はい、そのこうあってほしいっていうのを答えるわ。はいはい、はい、いい、はい、どうぞ。石川昂弥選手。さすがにな。残念。違うか。違います。でもそれに勝るくらいの選手がホームランを打ちました。いいですか。いいよ。アリエル・マルティネス選手です。おお、来日初ホーマー。おお、すごい。しかももう逆方向に超余裕のホームランです。なんかもうマシンで捉えていったなっていう感じより、ちょっとバットの上目に当たってふわっと浮いたんが、あ、一見外野フライ、外野フライなんですけど、やけど打った瞬間に分かるっていう、なんかドラゴンズで変態ホームランだ。変態ホームラン。それこそ柳田選手が打つようなホームランをマルティネス選手がぶち込んでくれました。じゃあいよいよケバブの言ってたカボレラに見えるっていうのが、はい、もう現実味を、現実味を帯びてきました、ね、見せてきたね。これはすげえ、これは素晴らしかったですよ。じゃあ今日正捕手はアリエルさんやったわけや。はい、もちろん。そう、あの、こういうので情報もでもちろん石川選手も出ておりました。代打、スタメン。もちろんスタメンです。スタメン、はい、おー、いいですね、いいですよ。ってことはアリエルさんが出てたってことは、はい、5、6どっち。アリエル選手は今日は5だった気がします。5、はい、そうです、5です。そうか、そうか、こういう感じでもヒントを与えていかなダメなんですね。そう、今まだ試合の全貌全くアリエルさんがどっかのタイミングでホームランを打ったことしかちょっと理解できてないんでね。わかりました。じゃあ、続いて第2問いきます。はい、まあ昨今ね、
東海と言われておりますけども、ああそう、本日も中継ぎ投手4枚使わさせていただきます。さて、合計何失点でしょうか。ちょっと待ってくれ、そんな酷なクイズあるんか、お前。どうしましょう、投げた選手4枚は発表した方がよろしいですか。そうです、先発は山本君ですよね。はい、山本投手ですね、はい、中5日で、中5日でね、で、投げた選手がですね、あ、いや、言わんといて。わかりました、1人も大丈夫ですか。うん、それ聞いちゃうと、なんとなく試合の、なるほど、勝敗が予測できてしまいそうやから。でも4枚使っちゃったわけや。4枚使いましたけど、これね、ドラゴンズファイターあれやと思うんですけど、絶妙に勝ってるのか負けてるのか分からないんですよ。うっそ、はい、ちょっと言うて。いや、でも俺分かっちゃうと思って。それで分かっちゃったらごめんな。それで分かっちゃったらもうバシって言うわ。はい、うん、まずは佐藤投手。おお、続いてまして藤島投手。はいはい、そしてゴンサレス投手。あれ、うん、そして最後岡田投手です。あー、わかんねえな。わからないでしょ。あ、そう、いや、あれ順調にいったのか、はたまたあれ途中でいったのか、はたまたあれでっていう試合なのか。あれれ、これあれれのもあるし、はい、もう鼻からそれっていうことも、はいはいはい、そう。ただ一個ないなって思ったのは、はい、まあずっと中日がリードしてたってわけではないさそうやな。ずっと中日がリードしてたんやったら、はい、多分ゴンサレスさんとかのとこに、はい、福さん、ソフレさん、ライマルちゃん、この3人のどれかは絶対出てるはずやから。あ、なるほどなるほど。これ岡田投手が出てることによって、これちょっと分からへんな。でしょ、この、うん、勝ってたとしても逆転なのか。いやでもなんか中継ぎの連投差しすぎやみたいな言われすぎて、与田さんがなんか急に変なことしたんかもしれんよな。まあ確かにね、最近起用方法は結構ゴロゴロ変わるのが、うん、ある人ドラゴンズの売りですから。だって今俺が知らんだけでツイッター上はなんで勝ちパターン出さへんねんっていう議論で溢れてるかもしれんな。ね、いや、そうよくない議論がね。そうなってきたらわからんわ。確かにわからん、難しい。さあ、この4枚使いまして、佐藤選手、これで何失点か、そうか、言わなあかんのか。岡田投手4枚使って何失点をしたのか。でも4枚出てるってことは、はい、6、7、8、9、違うわ、ホームやから。いや、合ってるんか。はい、合ってます、合ってます。6、7、8、9なわけやんか。はい、だから山本くんが5回投げ切った状態で降りてるってことは、はい、山本くん俺大量失点してないような気がするな。ああ、なるほどなるほど。ただ球数はめっちゃいってる。はいはいはい、なるほどなるほど。フォアボールやヒットでランナーを出しながら、はい、球数投げて、はい、5回3失点って予想するわ。はい、なるほど。山本投手は5回3失点で降板と。はい、で、はい、その時中日は多分0点やったはずや。はい、3対0の状態で降りた、状態で降りて予想と。だから佐藤投手が多分次出てきたよな。はい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 、2軍から上がってきたての再建人ですよね、試合を、うん、で、ここは多分0点やね。はい、今まだ3、はい、で、佐藤投手の次が藤島投手。藤島投手、はい、藤島投手、はい。日曜日買いまたぎしてますよね。はい、でも今日も元気に、元気いっぱい。1日空いたとはいえ、まあいいか、そういう回じゃないから今回は。はい、まあ、ゼロ、うん、はいはいはい、今のところ3-0でずっと試合が来てます、はい、ここよ、はい、俺多分ゴンサレスさん、いや、ちょっと待てよ、はい、藤島さん1点取られてるにしてもいい。はい、わかりました。
ってことは、タツさんのスコア予想で4対0。まあ4対0ですね。中継ぎ投手陣は4枚で1失点してる計算と、うん、やっぱり開またぎからの1日間とはいえ連投、はい、これによっての、まあ多分まっすぐは思うようにいかず、フォアボールを2人出して、はい、ツーベース、はい、打たれて、はい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 、1人帰って2、3塁、はい、はいはい、1、2塁からねツーベース打たれて1点取られて2、3塁になって、はい、その次のバッターにストレートのフォアボールを出したところで、はい、藤島さん交代のゴンサレスさん、はい、あ、なるほど、なるほど。で、ゴンサレスさんが、そのランナーを2人返します。なるほど、ゴンサレス投手には自責点ついてないですけ ど藤島投手には、はい、なので、あれ、ちょっと待ってよ、現在6点、あれ、これ勝てるか、6-0 になってますけども、じゃあいいわ、はい、いや、でも勝ちに向かって、いや、そうやな、ここ1人にするわ、5点にするわ、はい、一人返しちゃいます、はい、ゴンサレスさんが。ただ、そこを乗り切って、はい、次のイニングは0点で、はい、なんで買いまたげさせたんっていう議論が今ツイッター上で行われています。で、ダッサンの頭の中で、ね、頭の中で。で、はい、岡田さんも0点のトータル5点でいきましょう。ってことは、先発が3失点の中継ぎは2失点。答えは2失点。2失点。4枚の、そうか、4枚の投手、はい、4枚の中継ぎ4枚で2失点で、いいとこじゃない。それでは正解まいります。正解お願いします。中継ぎ、佐藤投手、藤島投手、ゴンサレス投手、岡田投手、4枚を使って、はい、した合計失点は、はい、0点です。おお、素晴らしいね。敵のリリーフ陣ということで。ああ、そう、あれ、じゃあ有丸師匠にホームランが飛び出し、中継ぎも鉄壁と。今俺のじゃあデータの中では、はい、どんだけあれ1対0はもう確定してるわ。そうですよね、うん、そして、はい、今打者と中継ぎありましたよね、はい、これ気持ち悪いですよね。気持ち悪い。山本投手が、うん、そうそう、何があったのか、うん、こんな場面がありました。これ最終問題にしていい、はい、させていただきます、はい。4回、うん、ノーアウト満塁、宮崎選手という場面がございました。さて、対戦成績どうなったでしょうか。クイズでございます。宮崎さんか、はい、4回ノーアウト満塁で宮崎さん、ノーアウト満塁ね、はい、ごめんやねんけど、はい、ヒントとして、はい、その3人のランナーどうやって出したかだけ教えてくれ。はい、ですね、ちょっと待ってくださいね、ライト前ヒットで柴田選手、そして外選手をフォアボールで、その後、佐野選手がですね、タイムリーヒットを打って、これで満塁になってます、はいはい、で、あ、じゃあタイムリーヒットで、ランナー一塁になります、うん、でその後ロペス選手にフォアボールを出し、満塁で宮崎選手という場面でございます。でもさっきの感じからして、はい、まあホームランやろ、はい、で0点やったら、はい、だからこれは、はい、いい方やと思う。はい、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 出たんじゃない、はい、久々に、はい、サード強襲のトリプルプレーいいですか、はい、正解は、はい、空振り三振です。おー、いい、いい、ごめん、偽装がね、うん、ごめん、そっちで行っちゃって、ごめん、偽装が膨らみすぎましたけど、ごめん、でも、全然いいやん。すごかったです。その宮崎選手がカットしに行こうとしたんですけども、矢野選手の変化球の曲がりが鋭くてカットできずに三振と。なるほどね。いう場面でございました。いいじゃない。じゃあ今のところ全部いい。はい、そうです。ってことはじゃあもう。有丸師匠にホームランが飛び出し、そして中継ぎ陣は無失点、そして山本投手は4回ノーアウト満塁のピンチを宮崎選手を空振り三振取る。さあ、本当の最終問題です。
今日の試合、勝ったでしょうか、負けたでしょうか。これも決まりよ。勝った。はい、負けます。なんでこれ。はい、5対3で負けました。山本君、じゃあ5失点ってこと。はい、そうです。なぜ5失点したのか、はい、これクイズでいいですか。いい、追加クイズでいいですか。いいよ、いいけど。4回ノーアウト満塁のピンチで宮崎選手を、三振に抑えた山本投手でございます。はい、その後ですね、倉本選手を打席に迎えたわけでございますけども、うん、さてどうなったでしょうか。もうこれシンプルにお答えいただければ。ああ、そういうことね。はい、満塁ホームランですか。いえ、違います。ツーベース。え、違います。で、何。倉本選手がですね、まずショートゴロを打ちました。はい、はいはい、で、ショート強打選手がさばいてセカンドに送球します。はいはい、で、セカンドコースアウトで、ファーストは投げたんですけど間に合わず、はいはい、1、3塁で、ランナーは帰っちゃって、で、これで言ったら2失点目や、はい、さっき佐野さんが。あ、そうです、そうです、だからね、2失点っていう感じやったんですけども、ここであのラミレス監督が出てきます。はいはい、ちょっとこうやって、うん、こうやって来て、どこで、あのセカンドに、うん、あの入った石川選手が踏んでないんじゃないかっていうので、あのちょっとリプレイの映像僕も見させてもらったんですけど、去年覚えてますかね、あの今岡審判の方がこうよそ見してて、はい、明らかにおいおいおいってやつあったじゃないですか。あった。あれくらいはっきり踏んでなくて、オールセーフ1失点、そこから、崩れ落ちるかのように5失点と。いや、笑いごっちゃねえな。笑いごとではないですね。ああ、そう。はい、負けた。はい、5対3で負けました。まあ、ポジ要素で言えば、まあ、最後安明投手から、まあ、1得点取ってます。まず福田選手が二塁打で出て、ビシエド選手がショートゴロで、その後出てきた有丸主将が普通にタイムリーヒットを打って5対3。何打点、2打点は、2打点ですね。そっか、はい、あれ負けたんや。はい、ですね、結構ですね、ほんまにあのグループラインでも、あのなにわ昇龍会のグループラインの方でも、あの茶屋さんとは喋ったんですけども、もうアリエル選手はむしろ悪目立ちしてるまであるくらい。お前そんなことないわ。一人気を吐いてるって言え。なんや悪目立ちって。ちょっとあの今のドラゴンズにふさわしくない活躍をしてしまってる。そうですね、僕フライドチキン食べたかったんで、近所スーパーでフライドチキン買ってきて、うん、こうパカッて開けて、あのオーブン入れてる間に攻撃が終わってましたね。どういうこと。パカッて開けて、開けて、まあパカ開けて、どこで始まった試合が、あの攻撃が。あ、攻撃、まあ袋から出すタイミングで始まりますよね、うん、で、あっとってこうパカッて開けて、こう皿入れて、オーブン入れて、うん、で、ソファーによいしょのタイミングではもう終わってましたね。どういうことや。ちょっとほんまに今日サクサク終わりというか、まあ、山本投手、まあ、今日ゴロが多い、まあ、ゴロピッチャーって感じやったんですけども、うん、まあ、守備にも恵まれて、うん、石川選手の好守備だとか、はい、福田選手のうまいフェンス処理とかで、うん、1回2回はサクサクっといけたんですけども。あ、じゃあ課題の立ち上がりは割と進む。課題の立ち上がりは、まあ、数字で見ますとクリアできたかなっていう感じなんですけども、見てる、まあ、内容的にはあんまり、もうほんまに運が良かったというか、もうバックに支えられたっていう感じの立ち上がりのイメージでありました。なるほど、よし、そうか、はい、基本的に去年 MVP はアリエルさんかな。はい、もうアリエルさん以外見えない。アリエルさん、はい、まあ、個人的に言うと佐藤選手もすごく良かったと。いいね、はい、いいね、もうほんまに試合を立て直しかけてくれた。中継ぎはだって頑張ったもんね。はい、中継ぎはもう、はい、じゃあ明日のキーマン、じゃあ2人予想しようか。はい、キーマン予想しましょう。せーので言っても合うかもしれんな。そうですね、言ってみる。はい、せーの、アリエル。はい、はい、そういうことですね。はい、はい、アリエルさんの4打席連続ホームランに期待しております。ありがとうございました。ドラゴンズ、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 
ドラゴンズ、おい。